ネズミの作り方。260グレーに17センチほど空気を入れます。3.5 センチのバブルを1つ、3.5 センチのバブルを2つ作り、ひねり合わせます。これで頭が完成です。3.5 センチのバブルを1つ、これは首になります。3.5 センチのバブルを2つ作り、ひねり合わせます。3.5 センチのバブルを1つ、3.5 センチのバブルを2つ作り、ひねり合わせます。これで完成です。お疲れ様でした。